はいどうも、アキです。今回の動画でではですね、サクセスもちろんやっていくのですが、まずマイチームを見ていただきたいです。はい、僕ね、ショート、この赤沢2やつがね、控えにいるんですが、こいつ、ほぼ試合に出ません。出るとしたら、ショートのところに代打が出て、その代わりに守備に入る感じです。はい、で、最近僕、全く試合に勝てません。オートでやった場合ね、自分で操作したら負けることはないけど、なんか、勝率がすごく悪くなってきています。半分勝って、本当に半々ぐらいで勝ったり負けたりなので、ちょっとね困っています。はい、そこでですね、今回はね、B ランクとか C ランクになってもいいので、こいつ以上の守備をする、こいつ以上というとなかなかのレベルですけどね、肩 B なんで、こんなにいくかどうか分かんないですけど、とにかく守備の選手を作りたいと思います。はい、ということでね、初めてね、田中山くんをねフレンドに連れて行っていますので、すでに侵入しています。はい、サブポジをそしてセカンドとサードつけたいと思っています。なんで今回そのサブポユーティリティ選手作成ということでは、いう点ではね、本当に初めての試みなので、ちょっとサクセスは慣れと運とあんだけ言っていて、慣れも運もクソもないですが、運は、運だけに頼っていきます。もうちょっと初めての試みを今回動画にして見ています。今までのね、サクセスはそういうことをよくやっていたのですが、魔術師ってなんだで、お、守備職人の上の能力取れるらしいんで、これはもうやるしかないでしょ、田中山くん。ということでね、やっていきたいと思います。はい、ちょっとね、今ね、あれなんですよね。裏でちょっと見たいドラマがあるので、録画しますが。田中山くんはもう本当に他のイベントもちょっと把握してないので、ちゃんと把握しますね。ちょっと待ってくださいね。他のイベントは魔術師成功か失敗かによって魔術師守備職人コツレベル3か。 OK、 把握。混ぜるな危険。ああ、混ぜるな危険はそういう感じね。自己紹介 OK。 はい、把握しました。肩がそんだけ、肩あれ B なのはね、友沢をSR フレンドに連れて行って肩 B 取れてるんですよね。そのコツを2回教えてもらって、なので肩がちょっとな、 B まで今回行くかどうかなんですけど、本当に今回はあんまり打撃能力を上げません。本当にそういった時ってなんだかんだ今まで上げてきてたんですけど、もう本当に上げないでいきます。おい、守備職人もう取ります。まあ、魔術師取りてえよね。おっと、37全然足りない。田中山くんの評価早く上げるか。ないしは遊びに行ってもいい。とにかく田中山の、こっちかな。魔術師、最近その試合のその点数の出し方がね変わってね、あれなんですよ。非常に守備の選手がまたね評価されるようになったんですね。またというか評価されるようになって、こういう選手を作るのもね、あとはもうサブポジがどういう感じで取れるかっていうのが本当に今回の一つのテーマでもあります。スカウトもいるけど、こっちかな。これはい、果てしなきモノマネの道はもう取ってもしゃあないんですよね。もうだからチャンスとかももう取ら、ああこれちょっと怖いけどやる。よし、ちょっと冒険した。もう打撃系は本当に取らないぞ今回は。でも甲子園に行かないといけないんだけども、このデッキね見てもらったら分かるんですけど、ショートばっかりだから、ちょっとね絶対ね、あれはよヘボいっすよ。普通に弱い、その辺は。はい、でイベントのその他の、そういえば選定の仕方はお話ししていませんでしたね。他はどうやって連れてくるの決めたかというと、コツが少ないやつを、特能が少ないやつを中心に連れてきました。
もうね精神練習はかといっているので、もう無理やりね小平連れてきた感じなんですけど、あとはもううどは1つ、友沢は2つ、チャライも2つで守備結構寄せる感じで、でもうなんか小田切は今回のデッキでは外せなかった、確実に。はい、という感じで今回は先行いたしました。そこはチャライ取った、どうしたの、関係で取りますけど、けれどもという感じ。よし、うわやりたいけどちょっと違うな、さすがに。いやー、本当にバッティング能力上げないんで今回はちょっと怖いですが、よし、どうでもいい話します。もうサクセスのことだけ話しちゃってもネタが尽きるんでね。僕ね先ほどツイキャスデビューしました。パズドラで iPod Touch でこうね撮りながら初めてツイキャスなるものをしてみました。閲覧者数は10人、通算だと100人とかで、常間10人ぐらい、結構楽しいなっていう印象があったので、パワプロのツイキャスもやりたいと思います。そのうちもうこの動画を上げる頃には果たしてやっているかもしれない。まあという意味のわからないご報告でありました。おー熱い、はい、結構ねやり方が分かっちゃったツイキャスの、はい、クセモノスですね、やめといた方がいいよ。コンボとかもね何気に意識しています。渋いな、ストレッチやらないかな、これで今の田中山の方が良かったかな。ちなみに田中山全然もうちょっと綺麗に把握しといた方がいいな、今自分自身が能力を把握していませんでした。田中加山くんは初期評価45、ボーナス80、技術4、骨連に骨イベントボーナス 40% すごいな。やる気効果アップ 100% と得意練習出現率 10% があるんですね。ってことは守備練習によく来やすいということですね。なのでやっぱり早めに田中山くんは上げるべきですね。上げるべきなんだけど、やっぱりね一人だけのスペシャルダックよりはみんなでやりたいから、こう難しいところではありますが、ストレッチ、あ、ストレッチ来ない。てかコツが全然来ないな今回。コツ来てよ、びっくりが全然来ない。おっとこれ熱いな、今の精神練習熱かった。まあ、守備3人いるんでね、あげときゃな、スペシャルダックが2人できたのに、今激アツだったのに今の。お、積極守備いいね、いいとこのいい緑能力取ったね。今回は守備の選手作ってるからね。1回だけ能力上げます。弾道は2でいいです。でパワーもとりあえず上げる。ミートパワー FEE までには持っていきたいな。EE までは持っていっていいかな、もうさすがにね、さすがに EE はないといろいろ試合で打てないという事案が発生しちゃうからね。多分精神が足らなくなる。あーと技術がクソ余るか、もしかして、もしかして技術がクソ余る。
よし、メンタルにいる。ナイス。さては技術が余るなお主。これ監督評価上げよっかな。いい感じ。うん、いい感じではない。ちょっとびっくりが少ない全体的に。あと魔術師をどうしても教えてほしいけど、2回でしょ。2回だったらワンチャンあると思うんだよね。これはちょっと渋いな今のは。よし、いや渋いね。よし、バントのコツも覚える。もうおお、そっちか。バントは手に入れてもいいなと思うんだけど、技術が余るな多分。ミートもうちょい上げるか。ミートは D までに上げるか。臨機応変に行こう。んーで守備。サブポジはどんな感じなんだ。こんな感じか。よし、これで友沢の評価も上げたと。おでちゃんも変わろう。まあ初めての試みなんでね、いかんせん今回は。早急のコツ絶対教えろ、絶対教えろ。早急を絶対取りたい。ナイス、もう一回教えろよ絶対。小平は一緒に練習して、一緒に練習。いらねえ、マジいらねえ。だから嫌だったんだよな、小平連れてくるの。クソをし、クソ、このクソイベントは割とクソだと思っててね、これを。パワーも E までは上げたいけどな。とりあえず様子見か。あ、そうか、休み休み。パワーヒッター、まあそっちでいいよ別に。追って帰る。うわー、悩ましいけどこっちにしよう。早急のコツをつかみたいから。 OK 今のは良かった。選択間違えてなかった。今の選択は微妙だな。休むか。よし、オッケー。パワーな微妙だな。上げてもいいんだけど、魔術師を手に入れたやと。パワーいいまでは持っていくか。頑張って。よし、よしよしよし、順調順調。あと魔術師は本当に手に入れさせてくれ、頼む。
まあけど何回も言ってるけど、動画にしてるのはこう指針をこうこういうやり方でこの選手作ろうっていう指針をこう示してるだけで、サクセスは結果は大切じゃない、過程が大事。何言ってんだ一体。いやでもこれデッキが弱いよなマジで。スタメンが弱いっていう難点はある。このオッケー、スタメンはマジで弱い。小田切も友澤も小平もベンチ、ちょっとそれは辛すぎるな。ゆえにもう自分が打って点入れるしかないんだよね。でも自分は打撃能力もへぼくて、だから木場との戦いはもう8回以降全員操作でもいいのかな、どうなんだろう。いやでもダメだ、チキったらダメだ。これ何回もやった結果いい選手が生まれたらいいから、チキったらダメだ。やっぱりサクッと自分の打席のみプレイだ。やっぱり冷静に考えて、なんか勝っちゃったし試合、しかもよし。早急取りやすか。オッケー。オッケー。現状順調。悩ましいな。悩ましいな。ストレッチを期待してこっちにするか、スカウト期待してこっちにするか。こっちだ。オッケー。よし、隠れた才能ナイス。もう一回、もう一回、これがもう一回来たら魔術師取れる。あ、これは休もう。セモノズはセンス、ムード丸はとりあえずそれに行こう。友沢のイベントももう一回来るから待とう。それをこれはな、29か。やっぱ小田切を期待してこっち。うわ、小田切イベントなかった。まあとりあえずこれでカタ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 、よし、とりあえずいい感じ、とりあえずいい感じ。さて考えろ、どっちが得か。22-22増える。はい、これはこっちの方が得だった。頭の中で計算した結果だったら小田切もそこにいろよ。教えない。さあ魔術師取りたいよ。あとアンダー製造機も技術が余るから、まあ取れるっちゃ取れる。でももうさすがに来ないでしょ、6月で 1回目だから。だからもう今回は悪球打ちもつけないし、普段つける。はい、フォークだと思った。まあまあ経験点くれるしね。これ間違いなくここだな。あ、足に爆弾、マジか。バントのコツはもう一回教えてくれない。もうなかったことにしようか。足に爆弾はなかったことにしよう。これは渋いけど休もう。よーし、笑いに変えて、でムード丸取ると。 OK、 手だよ。とりあえずオールインにしといて、でサブポジ絶対取りたいのが
ソビボジ2塁と3塁、これをもう1回ずつ取らないといけないんだな。 OK、 把握。おー、いいね、2人いるね。技術が余るぞ、本当に魔術師こい。マジで技術余るぞ。よし、あ、混ぜるな、危険か。7番ショートです。技術が余るな、本当に技術が余るな。サブポジ2塁丸、あれ3段階で取れるんだ。なるほどね、3段階で取れるんだ。ほうほうほう、なるほど。だから今見てみると守備データ、なるほどね、3段階で取れて、そういう感じか。 OKOK、 よし、だから自分三塁で出てくれよ、頼むから。で、他のイベキャラをこう出してくれよ。あ、三塁で出てる、え、出てないわ、普通にショートで出てるわ。なんでだよ、三塁で出ろよ。そしてショートに友沢を召喚しようぜ。球遅い系ね。いや、弾道2だとホームランなんねえな、やっぱ。でもさすがにもう一個はあげらんない。やばい、ライトフライ、危ない危ない。これは入ったか、よし。オッケーオッケー。魔術師取りたい、魔術師取りたい。え、これまだサブポジって取れるの？これサブポジさらに外野手まで取れる、もしかして。さすがに無理でしょ、3ポジションって無理だよね。これさらに1塁とか取ったらどうなるの？サブポジ1塁、 OK。 うわ、すごい、取れるんだ。完璧だ。まあ、とりあえず一塁の能力としてはこんなもんでいいから、一塁はもう取らない、さすがに。あとはもう基本能力を上げる。パワーヒッター取るか、パワーヒッターどうしよう、取るか、取らざるを。56-35だったら取るか、さすがに。 OK、 カタ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 、敏捷が足らないんだ。あ、敏捷も足らないんだ。うわー、デッキ構成を考えんといかんねえ、これは。やっぱやめよう、ミートで打とう。しかも1点入れてるし。うわ、やっぱ打てないな。バッティング能力ヘボいとこうもヘボいんだな。
よし。いや、8回以降サクッと、8回以降しっかり操作がいいのかな、何わかんねえな。よし、オッケー。うわ、魔術師取れなかったか。そしてよし、もうホームラン狙うで。え、取られるのかよ、マジかよ。うわ、怖い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 。うわうわ、6、終わった、積んだ。さっきホームラン打たないのが悪かったな。うわー、つらい。うわ、負けちまった。フレンド申請。いや、まあけどやろうとしたことは多分伝わったはず。これで非常に伝わったはずだよね、多分。技術クソあまりだ。危ない。まあ、とにかくこういうことがやりたかったんですね。これで守備能力決勝まで行ってたら多分、まあ CCC は最悪絶対行ったし、魔術師も取れてたしっていう感じですよね。で、内野全ポジション守れると。で、守備職人とパワーヒッターはついてると。こういうことがしたかったんですよ。一人守備のね、ユーティリティ選手を作ると。でもうこいつ入れちゃいます。あ、だけど何一つ勝ってないか、こいつに。このショートに何一つ勝ってないわ。ダメだ。何一つ勝ってないわ、本当に。今のだと。今まで作った選手の中で一番能力が低い、そして。まあ何一つ勝ってないんですけど、入れ替えてもうこれにしとこう。こうすることによってね、チーム力を下げるが役割分担はしっかりすると。はい、ということでね、今後こういう選手を作ります。あの、またイベしれっとね、動画にするかどうかわかんないんですけど、しれっと作ってるかもしれません。なのでまたチーム紹介とかでね、作った場合は紹介するので、ぜひともその時に楽しみにしてください。こういう内野のユーティリティプレイヤー作ります。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしよろしければね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。過去のサクセスのね、動画も概要欄に再生リスト貼っておきますので、ぜひご覧ください。アディオス。